皆さん本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますこの企画を聞いてどのように感じられましたか？はい、えっとお客さん、まあ,あのファンの方々へのあの感謝を伝える企画ができるということで、はい、すごく楽しみです。日頃から本当に amazon をあの利用させていただいているので、一緒に活動ができて本当に光栄です。 特別なライブの内容私も非常に気になるんですがどんなライブになっていくんでしょうかあの演奏される曲も決まってらっしゃるんですかはい、あの実は今回ですねライブで演奏する曲を皆さんから募集したいなと思っておりましてその中からリクエストが多かった曲をセットリストに組み込みたいなと思っておりますはい、パワーアップした僕らのパフォーマンスをぜひお楽しみくださいよろしくお願いします あのちなみに皆さん、こういう企画でそのファンの皆様からのリクエストでライブを行うという企画はこれまでもなさったことはあるんでしょうか初めてだと思いま、はい、すじあファンの皆さんにとったらあのライブで一度も聴いたことのない曲が聞ける <laughs> で、ね、生で聴けるいい機会。 ポリポリって感じです。<laughs> <laughs> そうですねで、はい、なんかそのあたりもね。私もとっても楽しみにしています。あのもちろんお買い物もたくさんさせてもらってるんですけれども、あの Amazon Music もとても気に入っていて使わせてもらってます。<laughs> いろんなね。あの幅広い楽曲がありますし、ライブ配信とか映像もありますし、それからポッドキャストもありますので、はい、こう。amazon の中でもいろんなコンテンツを楽しめるというのが。 一ユーザーとしてもアーティストとしてもとても気に入っています。また、あの7月19日に行われます。今回の有観客のライブでもそちらをね。8月の3日に配信します。twitch でライブ配信もあります。そして、僕たちのフェーズ21枚目のアルバムのアルバムとなります。unity もですね。来月配信されますので。 えー、いろんな形でファンの皆さんとつながれるというのがとても魅力だなというふうに思っています生活のすべてをあの <laughs> そろえさせてもらってるって,っても過言じゃないというかうい本当毎日使わせていただいてましてありがとうございます自分だったら何だろうなこう僕は使ってますはあのこんな感じで結構髪色を明るくしてることが多いのでヘアケアの用品とかを結構こだわって、うん 使ってるので、そういったものはなかなか身近でこう手に入れなれなかったりとかもするので、アマゾンさんでよく買わしてもらってますね。薬屋さんにてもない時もありますからね。はい、そうですね。日中にね届きますし、すぐ届きますよ。そう僕は昨日あのちょうどお水が水、お水ね、熱くなってくると重いですもんね。汗かえちゃう。ありがとうございます。僕はあのスパゲッティ、パスタ。 欲しいなと思ってて僕タラコスパゲッティが大好きです家でよく作るんですけどやっぱあの5キロあれば絶対間違いないなと思うたくさん食べてくださいこれですねこれです僕藤沢はですねその隣にありましたプレミアムモルツのセットが欲しいなというふうに思ってますプレミアムモルツはいはい僕大森はですねペットシーツペットシーツ ペッ,ペットシーツなんですけど。そうなんですよ。去年から実はワンコロ、ワン,ね、ワンちゃんをですね。うん、あのお家に迎えまして。はい、あの本当にプライベートな話ですけども、ペットシーツはすごく重宝するなという。あ、本当です。みません。私もあのフレンチブルドッグ飼ってる。んですけどああですね。も本当に毎日のように使わせていただいてます。センターよろしいですか。はい。カメラの方に入線お願いします。